スタンダードミサイル。スタンダードミサイルはアメリカ合衆国で開発されたミサイルのシリーズ。先行するテリアターターをもとに設計を共通化して発展させた艦隊空ミサイルである SM-1 シリーズを基本とて e ージ s システムに合わせて改良した SM-2 シリーズ弾道弾迎撃ミサイルとしての SM-3。 二フ CA に対応した超長射程型の SM-6 などがある。また派生型として、対レーダーミサイルのスタンダードアーム、艦隊艦ミサイル版の RGM-66 もあったが、こちらはすでに運用が終了している。アメリカ海軍は、第二次世界大戦末期より、全く新しい艦隊防空火力として、艦隊空ミサイル、サムの開発に着手していた。 戦後もジェット機の発達に伴う、軽空脅威の増大を受けて、開発は拡大で、1956年には、テリア、1959年にタロス、そして1962年にはターターが、艦隊配備された。これらは 3T と、通称され、タロスは、ミサイル巡洋艦、テリアは、ミサイルフリゲート、DLG、DLGN、そしてターターは、ミサイル駆逐艦。 DDG に搭載されて広く配備された。そのまま、軽空脅威の増大は続いており、3T では相番対処できなくなる恐れが指摘された。このことから、これらの在来型防空間の配備と並行して、1958年からは、早くも 3T の次の世代の防空システムとして、タイフォンシステムの開発が開始された。タイフォン MR。 旧称スーパーターター搭載の DDG は1961年度から、またタイフォン LR、旧称スーパータロス搭載の DLG 内し、DLGN は1963年度から、建造される予定とされていた。しかしタイフォンの開発は、要求性能の高さに対する技術水準の低さ、統合システムの開発への経験不足により難重し、1963年に、 キャンセルされた。これにより、アメリカ海軍の防空艦整備に重大な感激が生じたことから、タイフォンのキャンセルで浮いた予算の多くが 3T の改良計画に振り分けられた。全般的な改良計画の一つとして、テリアとターターへの半導体技術の導入が進められていたが、もともとテリアから派生する形でターターが開発されたことから、両者には共通する部分が多かった。 このことから、テリアとターターの改良計画は完全に合流することになり、両者を共通の基本設計のミサイルによって更新するため開発されたのが本ミサイルである。開発計画は1963年10月に正式に提案され、1967年度より調達が開始された。スタンダードはタイフォンと同様に基本となる。 中射程型ミドルレンジ MR とブースターを備えた長射程型エクステンディットレンジ ER をファミリー化して開発された。また同時に台本計画の過程で開発された改良型のロケットエンジンが導入されたが、ミサイルの誘導方式は従来通りのセミアクティブレーダーホーミングサートされた。1964年の最初期の設計では、 中間誘導用の無線リンク装置や、完成後方装置のための余地が盛り込まれていたが、この時点ではこれらの装置は搭載されず、SM-2 シリーズを待つ必要があった。駐車艇型、MR の試作機であるイリム六6 6 a は1965年より試験飛行を開始し、実用機である RIM-66A は1967年に収益した。 基本設計はターターのものが踏襲されたほか、固体燃料、ロケットエンジンは MK27、弾頭は MK51 と、いずれもターターと同じものを採用した前身型であった。最初期の生産型はブロックアイとされており、昇介性型であるブロック2、ブロック3を経て、1968年より収益したブロック4が、 RIM-66A の決定版となった。これは、電子防護能力を強化するとともに、最短射程の短縮を図り、水上目標、横下目標に対する補足時間も短縮した。1970年より、ブロック3弾の多くが、ブロック4仕様に改装された。しかし1969年からは、全面的な改良型である、ブロック V が生産に入っており、 RIM-66B として正式化された。これは、下記のように、ターターから導入されたミサイルの主要構成部品の多くを、新発品に更新するものであった。特に最後のロケットエンジンの変更により、ミサイルの全長は25センチ延長されたが、代わりに、射程は45%、射高は25%増大した。その後、1980年度からは、 SM-1MR の最終発達型である、ブロック6の調達が開始され、RIM-66E として正式化された。これは、SM-2 シリーズで搭載された新型の、モノパルスシーカーや、やはり新開発の近接新刊、TDDMK45MOD4 をバックフィットしたものであった。また RIM-66E-3、8では、 sm-2 と同じ mk115 弾頭が搭載されたほか、ブロックビア、rim-66e-5 及びビブ、rim-66e-6 以降では、TRCS 目標に対処できるように近接進化を改良している。テリアの後継であり、基本的には、rim-66sm-1mr を原型として、 ブースターを付した設計となっている。また、玉体に内蔵されたロケットエンジン、サステナーも変更されており、サステナーとしては MK-30、ブースターとしては MK-12 が搭載された。射程はとされていたが、1971年の実写演習ではの射程を記録している。SM-2 シリーズは、SM-1 シリーズをもとに、 プログラマブルなオートパイロットを導入し、指令誘導に対応した改良型であり、主としてイージスシステム AWS で用いられる。ミサイルは母艦からの指令誘導を受けつつ目標金棒まで飛翔した後、セミアクティブレーダーホーミング、再誘導によって突入する。すなわち、再誘導のためのレーダービームの照射は、ミサイルの工程の終末部分だけで良くなっており、同時に、 複数の目標に対処できるようになった。なお、これはアメリカの戦術ミサイルとして初めて完成後報装置を導入したものであった。SM-2MR は SM-2 シリーズの駐車艇型である。最初期型のブロックアイとしては、まず1978年よりイージス用の RIM-66C の運用が開始された。ロケットエンジンは sm-1 mr ブロック v と同じ mk-56 であったが、誘導装置にモノパルスシーカーが導入されたほか、弾頭も mk-115 とされた。ロケットエンジンも弾体設計も sm-1 mr ブロック v と同じであったものの、蒸気のような誘導方式変更によって、飛翔経路が合理化されたことから、射程は60%延伸された。また、 初ち用として RIM-66D が配備された。RIM-66C の生産は1983年度で終了した。1983年には改良型であるブロック2の運用が開始された。ロケットエンジンを MK-104 に更新したことで射程はほぼ倍増したが、 これは射撃式装置のイルミネーターによる照射可能距離の境に近い距離であった。また、デジタル信号処理を導入するとともに、弾頭も強化されている。RIM-66G はイージス・ m k 2 6搭載肝用、RIM-66H はイージス・ m k 4 1搭載肝用、RIM-66J は胸腸肝要であった。 1984年からは、スタンダードミサイル改善計画が発動され、これによる、ブロック3は1988、90年度より、調達を開始した。新開発の近接新艦、TDDMK-45MOD-9 を搭載して、低高度目標との交戦能力を強化している。RIM-66K は、んちょ用。RIM-66L は、 イージス MK26 搭載肝用 RIM-66M はイージス MK41 搭載肝用であった。また1991年度からは低高度目標への対処能力向上と粒爆薬の重量化を行ったブロック E や及び集端赤外線誘導機能を加えたブロック5へと移行した。SM-2 シリーズの長射程型としては まず SM-1ER を元にして SM-2MR と同様の設計変更を加えたものが開発された。正式番号は SM-1ER のものを踏襲しており SM-2MR ブロック I、RIM-66C、D に対応するものとして RIM-67B が正式化された。また r i m 十六 g H、 J に対応するブロック2は RIM-67C とされており MK-70 ブースターが搭載された RIM-66KLM に対応するブロック3は RIM-67D とされサステナーを m k 3 0 m o d 4に更新するとともに新開発の近接新刊 t d d m k 4 5 m o d 8を搭載した SM-2MR が基本的にイージス艦用で、後にターター艦にもバックフィットされていったのに対して、これらはいずれもテリアシステム搭載艦でのみ運用された。上記の通り、SM-2 シリーズの長射程型としては、RIM-67SM-2ER があったが、これはテリアシステム搭載艦で運用するためのものであり。 イージス艦の発射機には搭載できなかった。このことから、1987年の契約に基づき、RIM-67 とは別系統で、VLS での運用に対応した、長射程型ミサイルの開発が開始された。これは、SM-2 シリーズのブロック4と位置付けられており、当初、RIM-68 と称される予定だったが、1960年代に、 空軍が開発していた空対空ミサイルと番号が重複することが問題になり RIM-156 に変更された。RIM-156ASM-2ER ブロック4では新開発の MK-72 ブースターが採用された。これは RIM-67 のブースターより小さくフィンも省かれていたが VLS からの発射に対応して 水力変更制御機能を得ていた。しかしこのブースターの開発は難航したことから、死者は1992年12月まで遅延し、IOC 獲得は1999年8月となった。派生型として、ミサイル防衛にも使用可能な RIM-156BSM-2ER ブロック IVA も計画された。これは、レーダーとともに、 赤外線画像誘導にも対応したデュアルモードシーカーを搭載し、低高度ミサイル防衛を担当する計画とされていた。1997年1月には実写試験にも成功していたが、ミサイル計画そのものの見直しに伴って2001年12月に開発中予された。その後、既存の SM-2ER ブロック4へのミサイル防衛能力の付与が進められており、 2006年5月には、アローミサイル、イスラエルに似た弾頭を採用した、回収弾によって、SRBM 型標的弾の迎撃実験に、成功した。しかし発展型の SM-6 の実用化に、伴い、調達はこちらに移行している。SM-2ER ブロック4を元にした、弾道弾迎撃ミサイルが、RIM-161SM-3 である。 目標の終末段階での爆発破砕弾頭による破壊を計画していた RIM-156B の設計を変更し運動エネルギー弾を用いて直接標的に体当たりするヒット2キル方式に変更された RIM-174SM-6 エクステンディットレンジアクティブミサイルエロームは SM-2ER ブロック4を発展させた 超射程型のミサイルであり、基本的には、SM-2ER ブロック4に、AIM-120C-7 アンロム、空対空ミサイルのアクティブレーダーホーミング、R 誘導装置を組み合わせたものとなっている。ニフック CA に基づき、水平線の向こうにある目標を、リモート光線、EIA によって撃破できるほか、SM-2ER ブロック4と同様、 低高度でのミサイル防衛にも投入可能とされている。当初はより成功な SM-5 の開発が検討されたものの、取得性や実現性を考慮してより前進的な SM-6 が採択されたとされている。SM-1MR を元にした対レーダーミサイル版がエイジム -78 スタンダードアームであり、エイジム -45 シュライクを保管して用いられた。 ベトナム戦争では、海 -105 や、海 4G といった、いわゆるワイルド、ビーゼル機に装備され、適防空網制圧任務についた。後に、より小型で、乗車艇のエイジム -88 ハームによって、更新された。SM-1MR ブロック V を元にした、艦隊艦ミサイル版が、RGM-66 であり、パッシブレーガーホーミング。 PRH 誘導を採用している。単素発射塔に収容されていた RGM-66D とアスロック発射機用の RGM-66E があった。またアクティブレーダーホーミング R 誘導の RGM-66AF も開発されたものの1975年にキャンセルされた。 RGM-66D はなど、初期のミサイル艇の一部に搭載された。また、RGM-66E は、ノックス級フリゲートの一部に搭載されたが、こちらは後に、ハープーに更新された。SM-2MR ブロック2、3を元にした、戦術弾道ミサイル版が、RGM-165 ラザム、ラントアタックスタンダードミサイルであり、 SM-4 とも称される。基本的には、SM-2MR の差誘導装置と MK115 弾頭の代わりに、GPS-INS 誘導装置と MK125 弾頭に換装するものであった。しかし、移動目標や、遠平護衛の効果が疑問視されたことから、2002年にキャンセルされた。スタンダードアームを元にした。 長距離空対空ミサイルとして開発されていたのが、ゼイム -97C イクバットであり、1972年には死者も行われたが、1976年までに計画は中止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。